恐れすらに通り過ぎてったあの飛行機を不思議なくらいに覚えてる。意味もないのになぜか拭いなくて泣いた日の夜にただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れるとして、ただ一瞬この一瞬息ができるならどうでもいいと思えた。その心もう一度遠くへ行け、遠くへ行けど僕の中で誰かがたどうしようもないこの熱烈に、いざって目を離して君が二度と悲しまないように離れる。そんなヒーローになるための歌、さらば掲げろピースサイン、転がってくストリップ。きつ、ギター難しければ高いし、息継ぎ大変だし元キーのマイナス1だね。米津玄師さんの原曲キーの1個下で歌ってます。もうちょっとね、撮ってたんだけど原曲キーでも動画を途中で息切れしたり、なんか高くなるじゃんサビで、であそこがなんかカラオケとかだったら出るんだけど、弾き語りだと多分ギターに集中して思うように歌えないから妥協して1個下げて歌うっていうヒロアカの主題歌だったんだよね確かこれって。ずーっとね、今もヒロアカやってるじゃんね。今第何期だっけ、第何期、今もうすごいやってるよね。ねエリちゃんが可愛いよね、ほんと角に触ってみたいよね